破壊力抜群。当時のスポーツ紙はこのクリーンナップを中心とする打線をダイナマイト打線と名付けました。これはその当時の戦いぶりです。ジャイアンツ5勝3敗とリード。今日のタイガース打倒ジャイアンツのレスレスタル投手に燃え、早くも1番後藤バッターボックスに入りました。これに対するはジャイアンツピッチャー別所、大きく振りかぶりました。別所投げました、打ちました、センターミークリーンヒッツ、センター太田動くワンバンでこれを使いました。早くもタイガースランナーを一塁に送りました。続いてのバッター2番金田、打ちました、バックしております、センターゴーツバック、青田なおバック、右は構えました、ゆっくり構えました、センター青田掴んでアウト、ワンダウン。バッターは3番の別当であります。ピッチャー別所投げました、打ちました、センターライトさんの大きな当たり、ゴーツ大きい大きい、ライト経営は金田なおバック、スタンドついにスタンドに入りました。ゴールを打たる3番であります。ここに早くもタイガースは2点を先取しました。24号のゴールを打たる別当ホームラン。続いて第3回タイガースのダイナマイト打線、ワンダン後後藤ショートエラーで一塁に行き、2番金田フォアボールでランナーが一塁三塁、バッターは再び別当を迎えました。別当右のバッターボックスであります。ただいま打ちました、別当に痛烈な当たり、ボールは平に当たって跳ね返りました。平山ボールを使いました、三塁ランナー後藤ホームイン、一塁ランナー金田三塁殺到、ボールは三塁に入ります。間一髪セーフであります。続いてバッターは4番の藤村を迎えております。藤村ただいま打ちました、ライト前ヒット、谷原ボールを掴んで二塁に返しました。神田三塁ランナーホームインであります。タイガースここに4点を挙げました。さらに第4回ワンアウトランナー一塁三塁、バッター藤村弟、ピッチャー別所投げました、一塁ランナースタートしました、キャッチャー二塁投球セーフ、三塁ランナー安井コンビニ殺到ホームイン、ダブルスチール成功であります。別所はノックアウトされました。かってピッチャー尾形、中段ランナー一塁三塁、ランナー後藤スタート、尾形一塁牽制、ボールは川上から白石へ、後藤挟まれました。その間に三塁ランナー長谷川5人、一瞬遅れて川上後藤をタッチ、タイガース誠に鮮やかな走塁であります。合計6点、6対0と差を開きました。4回の裏ジャイアンツの攻撃、バッターは3番から藤村投げました、青田打ち上げました、レフトフライ、金田やセンターより構えました、掴んでアウト、ワンダウン。バッターは代わって川上であります。川上打ち上げました、ファールボール、キャッチャー土井垣マスクを捨てバックネット付近、このボールを追いました、シングル使いました、アウト。期待された3番4番と全然当たりが出ません。第5回タイガースの攻撃、ワンアウトランナー1塁、バッター藤村打ちました、レフトフライ大きい大きい、レフトスタンド超えそう、本当に大きいレフトのスタンドをついに超えました。堂々たる藤村第19号レフトスタンドを超えた第ホームラン。ただいま満場の歓声に迎えられて、ようやくホームインであります。ジャイアンツはその後得点なく、9回裏最後の攻撃、バッターは3番の青田であります。青田打ちました、三塁ゴロややショートより、三塁藤村シングル使いました、一塁投球いい球アウト。8対0、タイガースはジャイアンツをシャットアウトして本大勝したのであります。